こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では最近僕がユニクロで買ったエクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツ、こちらをですね皆さんにご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、これはですね決して派手さのあるようなアイテムではないんですが、持っておくと地味に活躍してくれるアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、僕自身ですねシャツは好きで結構着こなしの中に取り入れるんですが、ただ最近はですねベーシックな襟型のシャツってそこまで着なくなったんですね。というのもファッションというのはですね年々カジュアル化しているわけで、その中でなかなかですね綺麗めなシャツというものを着る機会が少なくなってきたのかなというふうに思っています。特にボタンダウンのシャツだとか、あとはレギュラーカラーのシャツだとか、そういったものの出番があんまり多くはなくて、一方で登場機会が多くなっているのは今日ご紹介するスタンドカラーだとか、あとはバンドカラーシャツと呼ばれるような襟がですねちょっとすっきりとした形のシャツなんですね。まあ、実際に持ってきているんですが、こういった形のシャツですね。まあ、こういった襟元がすっきりとしたシャツというのはここ数年はですねトレンドアイテムになっていまして、今ではすっかりと定番化してきたかなというふうに思っています。まあ、ユニクロでも取り扱いがあるということは、やはりですねそれがトレンドから定番にですね移り変わった証拠なのかなというふうに思っています。でちょっと話は脱線するんですが、先日ですねいろんな過去の写真を振り返って見ていたんですね。そしたら今から6年前の写真が出てきたんですが、その頃から僕はバンドカラーシャツを着ていたんですね。ちょうどその前後ぐらいからですねこういった襟型のものを着ている方が少しずつ増えてきたんですね。本当に早い人だと7年とか8年ぐらい前からこういった襟型のものを着ていたんですが、気づいてみればこういった襟型のものはだいぶ浸透してきたかなというふうに思っています。とは言ってもですよ、まだまだ一般的にはそこまでですねこういったものを着ている方は多くなくて、おしゃれ中級者の方であればちょっとはですねこういったものの存在は知ってるのかなと思っています。まあ、なかなかですねセレクトショップだとか価格帯の高いお店でいきなりですね見慣れないアイテムを買うのは難しいかなと思うので、まずは身近なユニクロからこういったものをですねトライをしてみるのがいいかなと思うので、今回はこちらのスタンドカラーシャツを取り上げてみたいなというふうに思っています。まあ、こちらの動画の中でも何度かですねスタンドカラーシャツだとかバンドカラーシャツはご紹介したことがあるかなと思うんですが、僕が日常的によく使っているのはストライプ柄のものなんですね。まあ、そういったものは着こなしの中にですねほんのりアクセントになるのでめちゃくちゃ使いやすいんですが、まあ、今回購入したのは一番オーソドックスな真っ白のすごく綺麗めなですねスタンドカラーシャツなんですね。まあ、こういったものというのはもちろん良いところもあるんですが、失敗するとシンプルになりすぎてしまうので、そのあたりも踏まえながら実際に着て解説をしたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしていますので、よかったらですね動画の下に URL を貼っていますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、かなりシンプルなシャツになってるんですが、すごくですねベーシックで使いやすい一枚に仕上がってるかなというふうに思っています。僕はですねバンドカラーシャツだとかスタンドカラーシャツが好きなので、いろんなお店で試着をするんですが、さすがにですねこのシャツを超えるものはなかなか出てこないかなというふうに思っています。まあ、それにはいくつか理由があるんですけども、まずは価格ですね。2000円前後ということで圧倒的にコストパフォーマンスが高いんですよね。そしてさらにはですね、先ほどウェブで見てみたらセール価格になっていまして1500円以下になっていたんですね。ですのでまずはこの価格というのは圧倒的な強さなのかなというふうに思っています。もちろんですね価格だけではなくて素材の風合いもですねめちゃめちゃいいんですね。まあ、シンプルなブロードのシャツなんですが、すごくですね生地の質感もいいんですね。なかなか真っ白なのでどれぐらい伝わるのか分かりづらいんですが、非常にですね肌触りもいいですし、表面の光沢感もすごく自然で、とてもですね上品な仕上がりになっているかなというふうに思っています。とてもこれが2000円のシャツとは思えないですね。様々なショップのもっと高いシャツと比べても十分に引けを取らないような、すごくですね品質のいい素材感かなというふうに思っています。そしてサイズ感なんですが、今回はですね僕の通常サイズである S を購入しました。このあたりのサイズ選びというのは人によって大きく分かれるポイントかなと思うんですが、僕は今回理由があってあまりオーバーサイズに振りすぎないで
通常の S サイズを選びました。ただサイズ感としてはベーシックを軸足に置いているユニクロとしてはちょっと珍しいかなと思うんですが、ややゆったりめの仕上がりになってるんですね。まあこれぐらいですね、オーソドックスなシャツであればもう少しサイズ感がコンパクトな場合が多かったんですが、最初からですね少しゆとりがあるので、その点は何も考えずに買ったとしてもですね、程よく今っぽさというところが漂うような感じなのかなというふうに思っています。まずはですね、身幅に関しては少しゆとりがありますね。丈の長さに関しても決してですね短いということはなくて、ちょうどお尻がすっぽりと隠れるぐらいあるので、すごくバランスのいいちょっとゆったりめのデザインになっているのかなというふうに思っています。もう少しですね今っぽくトレンド感のあふれる着こなしをしたいのであれば、あえてワンサイズ上ですとか、あとは思い切って2サイズ上にしてあげてもですね結構バランスがいいかなと思うので、様々な着方がしやすいシャツなのかなというふうに思っています。そして結構僕が気に入っているのは裾のですね、この横から見た時のラウンドですね。この感じがねすごくバランスが良くて、1枚で着ても様になるようなシャツに仕上がっているのかなと思っています。まあユニクロのスタンドカラーシャツはちょこちょこ試着をしていたんですね。でもなんとなくしっくりこない部分があって僕は見送っていたんですね。ただ今回に関しては着た瞬間からこれはものすごくいいなというふうに感じたんですね。まあ、どのような部分を調整したのかがちょっと詳細はわからないんですが、裾の雰囲気ですとか、あとは素材の質感ですとか、やっぱりですねこういった部分にアップデートが感じられるのがユニクロの良さなのかなというふうに思っています。もちろん春先にこのような感じでなるべくシンプルに着るのも悪くはないかなと思うんですが、僕はですねこういった白のスタンドカラーシャツというのはあくまで重ね着のパーツとして使うのがいいかなと思っています。この後ですねいろんなものをこの上に羽織ったりだとか重ね着をした状態もお見せしたいなと思ってますので、早速ですねこの上に何か羽織ってみたいなと思っています。はい、ということでまずはシンプルにシャツの上にですねベージュのステンカラーコートを羽織ってみました。まあ、このように上半身を明るい色でまとめるのも結構バランスがいいのかなというふうに思っています。襟付きのシャツを中に入れてあげるのもいいですが、こういった白のシャツでなおかつベーシックなものであれば、あえて襟型をですねスタンドカラーを選ぶことでちょっと意外性を出してあげると着こなしの良いアクセントになってくれるかなというふうに思っています。まあ、特にですね30代40代の大人の男性には着こなしはですね少しきれいめに振った方がバランスがいいかなと思うので、まあ、このようなクリーンな着こなしというのができると結構便利なのかなというふうに思っています。まあ、これからですね3月ですとか4月頭にはこういった着こなしなんかも結構便利かなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目の着こなしなんですが、今度は白シャツの上にですねネイビーのジャケットを着てみました。この組み合わせも個人的には好きなんですね。ちょっときれいめなカジュアル着から、もしくはですねビジネスカジュアルとしても場合によっては使えるような着こなしなのかなというふうに思っています。僕はこのようにですねジャケットとの着こなしも想定したかったので、今回はあえてあまりビッグサイズに振りすぎずにですね S サイズというところを選びました。サイズを上げることで着丈がなくなったりだとか、あとは襟元のですね余裕ができるので、どうしてもですねジャケットとのバランスがそんなによくなくなってくるんですね。ですので今回の僕のようにジャケットを合わせたりだとか、あとはこの後にご紹介するような重ね着をする際にはそこまでですね大きすぎない方が僕はですねコンパクトで使いやすいのかなというふうに思っています。とは言ってもジャケットと合わせるとシャツの方がジャケットの着丈よりも長くなるんですね。これがあまり好きじゃないという方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、最近であれば少しカジュアル感のあるようなこういった内側に着るものの方が長いというスタイルもそこまで違和感がないのかなというふうに思っています。もちろんビジネスシーンで使う時であれば僕はもう少し短い方がバランスがいいかなと思うんですが、カジュアル着としてやや砕けた感じを出すのであればこういったスタイルもですね意外と使い勝手がいいのかなというふうに思っています。で今回はですねブロードのシャツということですごく表面の質感も綺麗なんですが、やはり着てるとですね少しシワが入ってくるんですね。ですがこの適度なシワ感っていうのは決して NG ではなくて、まあ、自然な状態のシワであればかえってこなれた感じが出るので、僕はシワがあっても全く問題がないかなというふうに思っています。とは言っても洗いざらしのですねシワシワの状態というのはあまり良くないので、適度なシワ感というところであればそこまで気にせずにですねガンガン着てもらうとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。この着こなしに関してはジャケットは割とコンパクトめにして、シャツはややゆったり、あとボトムスなんかもですね少しゆったりめにしてサイズ感で遊びを出すようにしてるんですが、まあ、せっかくですねこういったスタンドカラーシャツをジャケットの中に取り入れるのであればサイズ選びで少しずらしてみながら遊びを出してみるのもいいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。
はい、続いての着こなしなんですが、今度はですね、面積的にはほとんど見えていないんですが、重ね着のパーツとしてこちらの白のスタンドカラーシャツを使っています。おそらくですね、今回ご紹介する3つの中では、僕はですね、今回の着こなしのような使い方が一番多くなるかなというふうに思っています。まあ、どのように着ているのかというと、一番下にはですね、白のスタンドカラーシャツを着ているんですが、その上に今回はですね、丸首のスウェットを着ています。まあ、こちらに関してはスウェットではなくて丸首のニットでも全然いいかなと思うんですが、こういったトップスの内側にシャツを入れ込むことで、襟元ですとか裾口にですね、このような白が覗くようになるんですね。そうするとちょっとした綺麗さだとかアクセント要素というところが足せるので、意外と使い勝手がいいのかなというふうに思っています。こういった着こなしは僕自身も好きなんですが、白の丸首の T シャツの上に同じくですね、丸首の黒ニットっていう着こなしをですね、まあ、動画の中でもよく解説してるかなと思うんですが、あれもまたですね、襟元に T シャツがちょっとだけ覗くのが良いアクセントになるのかなと思うんですが、それのもう少しですね、綺麗めバージョンというのがバンドカラーシャツの活用方法なのかなというふうに思っています。まあ、この動画の中でもこの着こなしはよくやっているんですが、ストライプ柄が覗くよりは白のこういったクリーンなシャツが覗いた方がより綺麗めで大人っぽいバランスになるのかなというふうに思っています。まあ、見える面積としてはすごく狭いんですけども、こういったものが加わるだけでレイヤードスタイルというところが楽しめるので、ぜひ皆さんにもですね、こういった着こなしトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、今回は僕はですね、スウェットと合わせていますが、あとはニットでもいいかなと思いますし、さらにはパーカーとこういった白のバンドカラーシャツという合わせもですね、なかなかバランスがいいかなと思うので、そういったものもお試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの新作のですね、スタンドカラーシャツについて解説をさせていただきました。決して派手さのあるアイテムではないんですが、重ね着の際にものすごく重宝するので、1着持っておいてまず損はないのかなと思っています。価格も2000円前後ですし、安い時にはですね、1500円未満で買えるので、かなりコストパフォーマンスの高い商品なのかなというふうに思っています。まあ、なかなかですね、最初の頃は目が馴染まないという方もいるかなと思いますし、まあ、人によっては似合いにくい人もいたりするんですね。ですので万人向けのアイテムではないかなと思うんですが、いつもの着こなしにマンネリ化を感じている方だとか、もっとトレンド感を取り込みたいなという方には絶対あるとですね、便利な一着かなというふうに思っています。まあ、実際にですね、ユニクロの店舗でいろんなものを見ていても、このような商品というのはシンプルすぎるので、なかなか視界に飛び込んでこないんですね。ですので今回の動画を見ながら、あ、こうやって使えばいいんだなというところを理解して実際に着ることで、きっとですね、皆さんの価値観がバンと開けるかなと思うので、ぜひですね、まずは試着からでもいいのでお試しいただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて使いやすいアイテムですとかコーディネートについてどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。